スネーク、ホワイトマンバを覚えているか。ここに来てからはイーライと名乗っていた。村で保護した少年兵グループのリーダーだ。この前あんたが連れ戻してくれた子供から聞き出した。共犯の調べでは脱走した子供はその辺りにいるはずだ。見つけ出し保護してくれ。6人の逃亡を手引きした。まず小児用のフルトン回収装置を開発すれば子供たちを回収できるようになる。必要なら全く手間をかけさせる。心配させやがって。いくら尋問してもろくな成果は引き出せん。そういうお前は尋問の美学に酔うだけだろ。美学ではない。早期かつ最小限の心理戦で真実を引き出す。それこそが互いの身を守る近道だ。長引けば長引くほど互いのリスクは増加する。そして暴力は振るわれるものと同じくらい振るう者にも痛みを共有させる。ふん、それが酔うってことだ。いずれにしろ早期解決が重要だと言っているんだ。手遅れになるぞ。分かってる。俺も相手は心得てる。もし子供に無駄しない。いや、敵を やり過ごすことができるはずだ。子供たちからも事情を聞きたい。連れ戻してやってくれ。受け取った。任せろ。スネーク、ホワイトマンバを覚えているか。ここに来てからはイーライと名乗っていた。村で保護した少年兵グループのリーダーだ。この前連れ戻してくれた子供から聞き出したんだが、脱走した子供たちはみんなイーライの取り巻きだったようだ。あいつが6人の逃亡を手引きした疑いがある。イーライはすぐに拘束した。これより事情聴取する。待て、お前がするのか。オセロット、お前は子供に対して中立的なスタンスを保てない。いくら尋問してもろくな成果は引き出せん。そういうお前は尋問の美学に酔うだけだろ。美学ではない。早期かつ最小限の心理戦で真実を引き出す。それこそが互いの身を守る近道だ。長引けば長引くほど互いのリスクは増加する。そして暴力は振るわれるものと同じくらい振るう者にも痛みを共有させる。ふん、それが酔うってことだ。いずれにしろ早期解決が重要だと言っているんだ。手遅れになるぞ。分かってる。俺も相手は心得てる。子供に無茶はしない。いや、お前は必要ない。スネーク、他の子供たちからも事情を聞きたい。連れ戻してやってくれ。スネーク、脱走した子供たちについてだが、イーライが白状した。奴によれば彼らは戦場に帰りたがっていたそうだ。彼らの自由を奪うな。連れ戻すならこちらには準備がある。一丁前に脅す気らしいが。準備？何の準備だ。知らん。今のところ以上だ。お前は子供たちへの執着が強すぎる。かばうのはよせ。まさか。俺に代わればイーライから全部聞き出してやる。結構だ。また報告する。ボス、マザーベースの居住施設、少年居住区から武器が見つかった。無論武器の持ち込みは禁止しているにもかかわらずだ。見つかったのは手製の武器だ。ナイフやフォークを研磨した刃物、廃材で作ったボウガン、洗剤から精製した爆薬。しかもこの爆薬には釘がびっしり巻きつけてあった。子供たちによれば作ったのはやはりイーライだ。あいつが言っていた準備とはこのことだったのか。そのことでイーライを問い詰めたら、今度は俺たちも戦場に出せ、俺たちにも戦わせろと。
いや、もう猶予はない。俺に任せろ。これ以上奴らをかばうな。かばう？イーライは俺たちを脅迫している。要求を飲まなければ武力に訴えるということだ。だがこのままでは戦争になるぞ。フォークや洗剤で死ぬ気はないが、向こうには死人が出る。それでもいいか？残念だが奴らは戦争を望んでいるんだ。お前の幻想は捨てろ。イーライは最後の一人を回収してきたら決起すると。ほらな、要求は無視しろ。居住区にも戻すな。悪道は感染する。手に負えなくなるぞ。とにかく手製の武器は子供たちから没収した。施設の監視と心理カウンセラーのスタッフも増やす。イーライは手厚く保護してやれ。監禁するのか？他の子供に接触させるわけにはいかん。お前がやらないなら俺がやる。ボス、子供たちの回収を続けてくれ。
収した。敵車両を老化したようだな。回収した車両は武器、携行品同様、端末からの指示で補給を受けることができる。